蘇シ谷大倉駅南口蘇シ谷大倉駅ホーム。蘇シ谷大倉駅は東京都世田谷区蘇シ谷ヤ一丁目にある小田急電鉄小田原線の駅。駅番号は O13。駅所在地が北玉郡千と村大浅市も蘇シ谷と北玉郡ぬ田村大浅大倉に挟まれるようにあったことから蘇シ谷大倉となる。駅名は谷大駅であるが地名は 世田谷区蘇師谷であるため、駅周辺の店舗名などでは、蘇師谷大倉と表記されることもある。上述の東急バス、蘇師谷折り返し書ももとは、蘇師谷大倉というバス停名であった。福福線高架化工事着工前は、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、上下線ホームを連絡する、古線橋があり、ホームの正端で線路と蘇師谷通りが直行しており、 踏切が設けられていた。上り方向ホームの生端に、駅長事務室と常設改札口があり、下り方向ホームの生端には平日ラッシュ時の時間帯のみ使用されている臨時改札口があった。高架化工事に伴い、間に通過線を挟んだ相対式ホーム2面4線を有する高架駅に、改築されて、ホーム生体改札口に接した蘇志ヶ谷通り踏切は、廃止された。 2004年5月22日まで折り急行線となる場所を用いて一部の上り優等列車が各駅停車を追い越していた。なお、配線上の都合から、上り電車は急行線が通過後に観光線が到着直前に大きく揺れた。5月23日に、成城学園前駅から共同駅の間にある上り福々線化に伴い、配線が一部変更された。 9月26日に、共同から、成城学園前館の下り複々線化に伴い、下りの優等列車もホームに接しない線路を用いるようになった。下りの東北沢から、上りとの間、上りの向こうが丘遊園から、東北沢の間にある急行線、観光線は原則として、以下の通りに使い分けられている。改札口は1階、ホームは2階にある。 待合室は1番と2番のホームにある。トイレは1階通過線の真下付近にある。エスカレーター、エレベーターは1階と2階にある各ホームを連絡する。2013年の設備投資計画にて、行き先案内表示機の新設が盛り込まれて12月6日から、共用を開始。改札口から、段差なしで道路に接しているので改札口外部のコンコースには、階段、エスカレーター、 エレベーターは設けられていない。2019年の1日平均乗降人員は5万1085人で、小田急線、全70駅中24位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り、蘇賀谷大倉駅周辺の道路は狭く一方、通行が多い。道路地図を見ると、成城学園前駅と環八通りの間に、南北ベルト上に、 アイロ地帯が存在しており、地理に明るくない人は道に迷うことがある。これは、高地整理をしないままに宅地化されたためである。ウルトラマン商店街、ウルトラマンシンボールゾウウルトラマンアーチゾフィーアーチ、ウルトラマンジャックアーチ2005年4月3日、蘇師ヶ谷昇進会商店街振興組合、蘇師ヶ谷商店街振興組合、 ソシガヤ南商店街振興組合が、つぶらやプロダクション協力のもとで、ウルトラマン商店街が誕生。ウルトラマン商店街は、ソシガヤ昇進会商店街、ソシガヤ商店街、ソシガヤ南商店街の総称である。ソシガヤ大倉駅からソシガヤ通りを約800メートル南下した場所に、つぶらやプロダクションの初代社屋があったことから、ウルトラマン発祥の地と呼ばれている。 5月26日、祖師谷昇進会商店街振興組合、祖師谷商店街振興組合、祖師谷南商店街振興組合が、ウルトラマン商店街の活性化を軸にした、ウルトラまちづくりの会を発足。祖師谷大倉駅の改札口は1カ所で、コンコースも1カ所であるため、XX 口という名称はない。コンコースは、西側と北側に開けており、西側は、 祖師ヶ谷通りに接して、北側は、祖師ヶ谷大倉交番が立地する広場に面している。駅北側の広場は、西側が、南北方向の祖師ヶ谷通り北側が、東西方向の世田谷区に面しており、ウルトラマンが、スペシウム光線を打つポーズがついた、祖師ヶ谷大倉駅周辺案内板、ウルトラマン、ウルトラセブン、怪獣を掘り込んだマンホールと車止めがある。 ソシガヤ南商店街に入って、すぐのところに、ウルトラマンのボディをモチーフにしたモニュメントがある。2006年3月19日、ソシガヤ、大倉駅前にウルトラマンシンボル像、ソシガヤ、大倉駅周辺にある3つの商店街の入り口に、ウルトラマン、ゾフィー、ウルトラマンジャックの飛行している姿の像がついたウルトラマンアーチが設置された。2009年3月31日、 祖師谷南商店街にウルトラマン、ウルトラセブン、バルタン星人の顔をモチーフにしたウルトラ街路灯が設置された。2014年4月12日、祖師谷南商店街にウルトラマン太郎の顔をモチーフにしたウルトラ街路灯が設置された。2015年7月5日、ウルトラマン商店街生誕10周年記念イベントが祖師谷大倉駅周辺で行われた。 駅の南側と北側に、蘇師ヶ谷大倉駅停留所があり、以下の路線が東急バスと小田急シティバスにより運行されている。北側南側。ありがとうございます。